来なきゃ。ほんとつまんねえおっさんだ。3分以内で倒します。54キロから59キロになりますね。バンタム級ワンマッチです。さあそれでは、矢島直也 VS 歳三亮選手ご登壇ください。これはもう裏メインですね。はい、まずはですね、歳三選手から計量していただきます。歳三選手 58.9kg クリアです。クリアしました。続きまして矢島直也選手お願いします。矢島直也選手 57.8kg クリアです。クリアしました。ありがとうございます。ではフェイスオフです。今度は向き合ってください。ありがとうございました。まずは歳三選手からお願いします。勢いお願いします。いやー、矢島のおじいちゃんさ、ずっとなんか真のプロを教えてあげるって俺言ってくるんだけど、いやー、俺が真のプロ、新時代のプロを教えてあげようかなと思ったんですよ。あと矢島のおじいちゃんさ、せっかく俺と試合決まったのにさ、もっと絡んでこなきゃ。SNS でも一切絡んでこないしさ、俺がさ、撮影したら救いたくてさ、先生絡んでやろうかなと思ってんけど、なんも来ないの。ほんとつまんねえおっさんだ。さあ、続きまして矢島選手お願いします。 GSK ジャパンの矢島長です。僕は真面目に13年間格闘技と向き合ってやってみました。別にフォロワーが欲しくてやってないし、モテたくてね、やってるわけじゃないんですけど、ようやく明日、僕が13年間積み上げてきた、熱く皆さんを熱くできるファイトが多くの人にようやく見てもらえる舞台に、立てるということが、本当に嬉しいです。ここから、自分は、新しい格闘技の時代を背負って、戦っていきますので、3分以内で倒します。見ていてください。はい、ありがとうございました。はい、もう大さんのケツだけは見たくなかったですね。お兄ちゃんおっさんのティーバックだけは一番しっくりきたね。あ、やれ、この戦いは俺はもうずっと楽しみにしてます。はい、実力一筋でやってきた矢島選手と、おちゃらけでやってきた歳三、これ歳三勝ったらこれすごいことになりますからね。そうですね、はい、うん、バンクラッシュということですね。はい、